こんにちは、エフスターの丸山です。今回ですね、5月3日から公開されます藤井道人監督の最新作青春 18×2 君へと続く道の試写会にご招待いただきまして、ちょっと早めに見てまいりました。ということで今回ネタバレなしレビューをやっていこうかなと思っております。藤井道人監督のね、久々のまあラブストーリーものということでね、前のね、あの余命10年からね、どう変わったのかってところもね、なんか見れればいいかなと思って見てまいりましたっていう感じですね。まあ早速やっていきましょう。このチャンネルではね、藤井道人監督の作品何本か紹介してますけど、ビレッジとあとは最後まで行くですね、この2本を紹介した時そんなに褒めてなかったと思うんですけど、なんで試写会に呼ばれたのかなっていうのが結構疑問だったんですけど、試写行くにあたってね、また藤井道人監督のね作品見まして、今回ねラブストーリーだったんでね、余命10年見てまいりました。これはね、これ結構よくできてた、よくできてたというか、普通に感情移入ガンガンできる作品だし、あとはケレミがあるねスローのカットっていうのも、ちょいちょいやってね、かなり映画としても良かったんじゃないかなと思いましたね。難病もののね恋愛映画っていうところで、なんでしょう、もう結構胃もたれ気味かなと思って見てなかったんですけども、現代でやる難病ものって感じがしてね、良かった作品ですね。であとはねアバランチも見ました。アバランチはね結構好きでした。僕かなり面白かったです。何でしょう、まあ撮影がね抜群にいい、あとアクションシーンもよく捉えてたと思うしね、まあ話の面ではちょっともうちょっと欲しいなって思うところはあったんですけど、ストーリー展開的には海外ドラマ的なその手法というか、やり方を取り入れてる感じがして、そこがめちゃくちゃ面白い部分でありましたね。これを民放でやってたってところを考えるともうすごかったんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、藤井道人さんへの印象っていうのが徐々に変わってきてました、僕の中でね。でこの作品ね、公開前なんでまあ普段やんないんですけど、ストーリーの、まああらすじみたいなところをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、今作ね藤井道人さんの初めての、国際プロジェクト的なね作品であるということで、日本と台湾2つの場所で展開していくという話になっておりますね。台湾でゲーム会社の代表をやっているジミーはですね、仕事に没頭しすぎた結果周りから反感を買ってしまいまして、代表の座をですね解任させられてしまうと、どん底でもう落ち込んでるジミーはですね、台南の実家の方に帰りまして、でそこでね18年前にバックパッカーで台湾に旅行に来ていたねアミですね、この女の子からもらった手紙をですね見つけるんですね。で当時ジミーが抱えてた淡い恋心をですね、当時の感覚気持ちってものを思い出すと、でそこで最後に決まっていた仕事で日本に出張に行くということになります。仕事を終えたジミーは当時18年前にアミとした約束を思い出して、電車を乗り継いでアミの故郷に向かっていくというあらすじになっております。まあこんな感じでね、かなり王道なラブストーリーになっておりましたね。ジミーが日本を旅していく中で何を見つけるのか、何を思い出すのかというところが今作のストーリーの肝かなというふうになってました。で今作はですね、やっぱりまあいつも藤井道人作品そうなんですけど、撮影がやっぱいいんですよね。はい、今回特に日本だけじゃなくて台湾の撮影も行ってるんで、台湾のねネオン街をねスクーターで走るシーンとか本当にいいんですよね。マジでもう本当ミュージックビデオばりのね、まあ日本の最新の撮影で挑んでるのが伺えますね。とてもいい撮影です。まあ日本のみならずね、いろんな風景が出てくるってところで、まあロードムービー的なね、ところもかなりはらんでる作品でありますね。僕はね松本のシーンが良かったかなと思ってて、ジミーがね序盤で松本に行くんですけど、結構まだ落ち込んでるんですね。なんでジミーを心情を表すようなアングルがあったり、あと松本っていうその絶妙なロケ地選んできたなっていう感じがしてて、行っちゃえばどこにでもある街なんだけども松本にしかない、部分ってのもあったりするっていうねところがあって、ロケ地選びはねどこもかなりこだわってるなっていう印象でございましたね。あとはね鈍行列車に乗って一面雪のシーンがあったりね、本当に撮影はめちゃくちゃこだわってるなって感じがありましたね。ここは本当にいつもいいなと思ってるところであります。あとね今回ね男性目線の
王道のラブストーリーっていうところで、こういうねラブストーリーものって結構女性目線の作品が多いと思うんですけど、まあ余命10年もそうだったし、恋愛映画あんま見ない人でも見れるっていうね間口の広さあると思うし、あとは、めちゃくちゃイケメンです。主人公はね台湾出身のシュー・グァン・ハンが演じてるんですけども、まあイケメンですね。あとね、藤井道人監督好きそうなキャスティングだなっていう感じもしました。まあイケメンなんで、もう女性が見てもねいいでしょうねやっぱねっていう感じ。まあキャスティングの面、あとはストーリーのこのプロットの設定の面で、まあいろんな人に見てもらえる作品だなという印象でありますね。去年やった最後まで行くっていうね作品があるんですけど、それをね通過してきた後の藤井道人だなっていうのをかなり感じました。で最後まで行くは1個のギミックを使って原作にはない悪役にも感情移入させる作りをやってた作品なんですけども、今回もねそういったギミックが、人に感情移入させるギミックが一つ、ありまして、それ以降ねめちゃくちゃいろいろ納得できるというか、そこ以降のねキャラクターへの感情移入がねすごいんですよね。今回ねアミを演じてるのはね清原果耶さんなんですけど、いやこの人が多分うまいからだと思うんですけど、序盤はね結構嫌なやつだなと思ってたんですよ僕ね、はい、なんですけど、そのギミック以降ですねめちゃくちゃ感情移入できるようになるんですよね。この構成がねめちゃくちゃ効いてましたね。すごいうまかったと思います。ジミー自体にも、感情移入がどんどんできていくっていうね作りになってましたね。ここのギミックを見るために、見に行ってもいいと思いますっていう感じなんで、ある種どんでん返し系の映画でもあるなと思いますね。はい、っていうところで考えると、王道の恋愛映画でこういったギミックを入れてる映画ってあんまないんじゃないって思うんですよね。これはね藤井道人さんの、新しい挑戦というかね、あまたある恋愛映画、しかも王道の恋愛映画の中で面白い新しいことをやろうとしてるなっていう、その気概っていうのはかなり見えたなと思いましたね。日本と台湾で、物語が展開していくし撮影もしているってところで、規模感というか世界観はかなり大きい。台湾の街並みだったり日本の街並み、いろんな場所、まあロードムービー的にいろんな場面が出てくるんですけども、最終的にはこう2人の話になっていくっていうね、まあここも良かったポイントかなと思いますね。この作品ね1個キーとなる作品がありまして、これ見といた方がより、理解できるんじゃないかなと思うんですけど、岩井俊二さんのねラブレターですね、ニポリンのね映画ですけど、これを見ておくともうちょっと感情移入できるところもあると思うし、あとはあこれあのシーンじゃないみたいなねオマージュもね見つけられるんじゃないかなと思ったりしてますね。ラブレターを見てからこの作品を見に行くとね、より楽しめるんじゃないかなと思っております。5月3日からね公開されますんで、ゴールデンウィークから公開される作品ですからね、力が入ってるんだろうなというのはね伺いますよね。ぜひね劇場で見てほしいなと思います。はい、良ければね高評価、チャンネル登録、コメントの方も、お願いいたします。で概要欄の方にねいろいろ貼ってありますんで、良ければ見てもらえるとありがたいです。それじゃあまた。